ただいまより被災地であります石川県に向かいます。石川県に派遣されたのは庄原赤十字病院の医師や看護師ら8人による救護班です。被災者の怪我の治療にあたるほか、避難所での診察や感染症の予防につなげる指導なども行う予定です。どんどんその被害の状況が明らかになっていくうちに、本当に大変な災害が起きているんだなというのがだんだん分かってきました。被災者の方にですね、少しでも援助できれば、力になればと思う気持ちで。隊員らは救急車と災害救援車両の2台に医療機器などを積み込み、職員に見送られながら出発しました。明日からの4日間、石川県輪島市などで活動する予定です。